ボナススポーツ。某国のとある大企業イロハ社に管理支配された居住区域、そこで生活する住人たちは日々ストリートでバトルを繰り広げることでイロハ社から報酬を得ていた。その様子を SNS や動画サイトなどに投稿し合う人が増え、人気が出てくると、いつしかバトルをすること自体が娯楽になっていった。そして今ではテレビで実況されるまでになり、国民的人気番組となったのである。皆さん、ファイトクラブにようこそ。実況は私、ハイボルテージさくらがお送りします。レディーファイ。さあ、バトルがスタート。相手を壁にぶつけてペリペリだ。さあ、バーストゲージがググッと上昇。あやファイターのたしなみ、コーデを制する者は勝負も制するのか。はい、とここで時間切れ。それでは皆さん、次の戦いも